日本シリーズ初戦佐々木智也総チェックと、はい、いうところでやっていきましょうやっと試合見終わりました、まあ、結果から言うとね、えー、日本シリーズ2020年、えー、初戦、えー、巨人対ソフトバンク、まあ、5対1で、ね、ソフトバンクの勝利というところになりましたけどもあの、まあ、細かく、ね、見ていきたいと思いますけども、まあ、結果から見るとねジャイアンツはちょっといいところなかったかなというような試合になりましたし菅野で、ね、落としたというところは非常に 痛い巨人の敗戦になりましたし、えー、と試合後の、ね、原監督の、えー、監督のインタビューもです、ねえー、若干口が重いというか、ね、ショックを隠しきれなかったかなというような、ねえー、監督の談話に、ね、なったかなと思います。というところでちょょっと振り返り返ましょうね巨人選抜とかのそんな言うほど悪くなかったと思いますけどね投球内容にしてはスライダーも結構コース投げれてましたし、えー、全体的には6回87球、えー、球数もえ少なかったですし6安打4三振、えー、無四球。 デッドボール一個とで四失点っていう形になりましたけど、まあ投球内容全体的にはまあそれはない四点取られてるんで悪いって本人はね言うかもわかんないですけども、全体的にはそこまで悪くなかったんじゃないのかなっていうところがねあります。まあソフトマンクの攻めだとね、まあ二回表グラシャルはね、えー、ライト前にヒット、えー、インコースをね逆方向に打って、えー、若干セカンドの吉川が二位間ね締めてたのかな、まあ取れるかなっていうあたりでもね最初の守備位置が若干セカンドベース寄りになったところでそれが抜けてライト前、えー、でその後。 ー<ん>クラマックシリーズねノーヒットというところでまああのコメントでも緊張したっていうねコメント出てましたけどもあのまあ、力入っただろうし緊張もしただろうし日本シリーズはやるぞっていうね思いあったでしょうけどもそれをね見事1打席目で一発回答っていうところでねこのあのあ 工藤監督もね、えー、このシリーズ前に、えー、打てなかったら使ってる監督が悪いというようなねコメントもしてましたけどもまあ工藤監督もねこれでホッとしたんじゃないのかなとまあでも1番はね本人が一番ホッとした、えー、先生のツーランホームランこれねスライダースライダーボールになってでスライダーこれ3球続けるんですよねでそのスライダーが甘めに入ってそれをね、まあ、見逃さず打った栗原がね素晴らしかったっていうところは ありましたけどもまあ、全体的にねちょっとバッテリー怖かったかなとストレートにねツ、えーボールになってスライダーを続けたことによってでしかも最後がね一番甘かったって曲がりも薄かったっていうところでまあ栗原がねそれを見逃さず、えー、しっかり振り切った、えー、ホームランナイスバッティングだったかと思います、えー、そして4回ね今度栗原が3ボール1ストライクから、えー、インコースのこれも厳しい球でしたけどしっかり引っ張り込んでね、えー、ライトで2ベース でその後、えー、ワンボールからインコースデスパイに思い切って引っ張って三遊間抜ける、ね、ヒット、まあ、タイミングは、ね、アウトかなというタイミングでしたけど、まあ、ツーアウトでしたしね。あそこは思い切って、ね、回していいタイミングだったかなと思いますけれども、えー、回してウィーラーがホームへ完璧だ、グッスローというところで、まあ、本塁アウト。まあ、これは、ね、あの回した方もこれはもう当たり前ですし、えー、それをしっかり守りきったウ、ね、ィーラーの送球というのは素晴らしかったかなと。でそして、えー、6回。 柳田がデッドボールまあ結局はホーボールでしたけどね、まあ、デッドボール出てでグラシアラがまたインコースのストレートをライトへしっかりね詰まりながらも振り切ったことによって、えー、ライトへ落とすでこうワンダウトね一三塁になって、えー、今度はね栗原に、えー、インコーススライダーでインコースのストレートを打たれてるっていうところでまあここねアウトコースカーブでストライクでアウトコースフォークボールのアウトコースストレートの ボール、そしてアウトコースフォークが若干落ち切らず甘めに入ったところをまあ、左中間にね、タイムリーツーベースで2打点で4点目っていうところでねまあここはねちょっと後テ後テだったかなとバッテリーねインコースライダー打たれてインコースストレート打たれてもうインコース使いづらいとしかもピンチャーと、えー、引っ張り込みたくないと引っ張られすぎてるとでアウトコース中心の攻めになったところを栗原、まあ、もねそこをしっかり意識して反対方向へねしっかり押っつけるバッティングしかも振り切ったことによってね左中間を抜けるっていう素晴らしいバッティングだったなと逆にジャイアンツはね もう栗原にコテコテでやられたかなっていうね印象ありま,すねでまあ2回2打席目のねあのインコース引っ張り込んだツーベースもインコーススライダーボールで外のストレートストライク外ストレートボールでカーブ外ボールとで一発インコース素晴らそうというところでねしっかりあの引っ張り 切られたっていうところでね、まあ、インコースが使いづらくなったっていうところもありますけども、まあ、全体的にね、えー、攻めが5点5にだったかなと栗原に対しては、ねえー、思いましたね。そしてまあこのねグラシアルの,、ね、のライト前っていうところも、まあ、グラシアル、ねえー、2回にもライト前ヒット打たれましたけどでそ2打席目はね外のストレート外のスライダーで、えー、ライトフライで。また3打席目にね インコースをライト前ヒットを打たれたっていうところで、インコースをね、攻めなきゃいけないって分かってたところをね、まあ、そこを詰まりながらもうまく打たれたっていうところはありますけど、栗原とね、グラシアルの感じがね、ちょっとあのやりたいこととね、結果が正比例しなかったかなと、えー、逆にグラ,グラシアル、栗原がね、上をいったっていうね、バッテリーの上をいったっていうところになりましたけど、ここはね、2 0 0目コンもうちょっと考える必要はね、あるかなと、えー、思います。そして 何がに注目どところなのが7回表の2アウトで甲がフォアボール1番シュート2アウト1塁というところでですね、いろ、まあ、んなところで、まあ、言いましたけど、まあ、知らない方いるかもわかんないですけどシュートの盗塁を防ぐ方法は、まあ、塁を出さないで次はピッチャークイックで荒技ですけども2アウトだったら9番バッターをフォアボールで歩かせてあのシュートのから始まることを防ぐっていうね でそこで連打が出なきゃ1点入らないから、えー、シュートから始まるあの回を回避するためにツーアウトキャッチャーの場合9番の場合はわざとフォアボール出すまあわざとじゃなかったですけどねスリーボールツーストライクになってでフォアボールになってツーアウト一塁とでシュートを打席に入ってでここでね、えー、っとディレイドスチール回がして。 まあの審判はセーフでリクエストで、ね、アウトになりましたけどもまあそこはね盗塁してセーフだったらまあラッキーでアウトだってもう次の回シュートから始まるからもう走っちゃえっていうねこの作戦もね素晴らしかったなと思いますけどもアウトになったけども素晴らしかった。で 8回にね今度はシュートからきっちり始まるわけですよ。でそこでシュートがねフォアボール出て,てでしっかり盗塁で中村晃がね、えー、レフト前タイムリーヒットでこれもねダメ押しの5点目を取るっていうねこの7回8回の攻防はね非常に、えー、面白かったかなと。だから全体的に、まあ、ソフトバンクは得点した2回6回に、まあ、2回に2安打グラシアルク。 栗原で6回に2安打グラシアル栗原とねポンポンとねバッティングヒットがねついたかなっていうところでまあいい形のね打線、えー、しっかりできたんじゃないのかなっていうところは、えー、ありますねだからそう考えてもまあ、グラシアルとね栗原にやられたっていうところはありますけども、まあ、菅野の内容としては非常に良かったんじゃないのかなとで、まあ、もう一つびっくりしたのが2番手で戸郷が出てきたっていうねあ 戸郷はもう中継ぎ大器なんだこの日本シリーズね、まあ、明日の予告先発が、えっと、ソードバンク石川そしてえジャイアンツは今村っていうところになりましたからこの戸郷が菅野の謎に出てきたっていうところも、まあ、正直びっくりしましたけど、まあ、ここねどういう記憶法になるのかっていうところはねさらに注目ですけどもでソードバンクはね千が7回118球、えー、3安打 6、えー、三振3、えー、つのフォアボール無失点いや素晴らしいピッチング、えー、だったんじゃないのかなとストレートにもね力ありましたし非常にいいピッチングができたなとこのジャイアンツ打線ね多分全体的にはフォークボール変化球を、えー、しっかり見極めていこうと低めの変化球を意識しながらストレートは反対方向に打っていこうっていうようなミーティングチームオーダーだったんじゃないのかなと。 対戦ししててる感じを見れて思いましたね。だからあの初回2回ともに、えー、低めの変化球、まあ、坂本がねフォークボールで三振しましたけども全体的に低めの変化球をブンブン振り回すっていうところもなかったですし見極めっていうところはね非常に出来だったと思うんですよねでここからがねまた素晴らしいんですけども初回2回で見極めたホークスバッテリーだ海外ですね3回から配球をガラッと変えると。今ままで結構フォークししてましたけど、 フラネイのを見てカットボールスライダーにシフトチェンジっていうでこれがまたね功を奏すことになるんですけども、えー、しっかりねそれで首立てを変えることによってカウントも取れるようになるっていうところでね、まあ、いいピッチングを線賀のねピッチングを引き出せたんじゃないのかなとあとジャイアンツ打線がねそれに対応できなかったんじゃないのかなとでこのね変化球意識高かったのかなっていうところの、えー、思うところはですねあの3回裏ねウィーラーのレフト前ヒットもカットボールで5回裏ね中島 打った瞬間ホームランかっていうね、レフトフェンスギリギリのありましたけど、あれもホークボール。でその後ね、吉川がまたライト。えー フェンス際の大飛球打ちましたけどあれもフォークボールっていうところでやはりあの変化球の方がしっかりとスイングできてたんですよね。でストレートは反対方向っていうところで線がのストレートが良すぎて反対方向に打てないでもう振り遅れるっていうねもう力負けしてそれがファールになるもしくは空振りになるっていうところでそれをまあ引きつけて反対方向に打てなかったっていうところでなんか、まあ、あの全体的に中途半端なねバッティングっていうかあの思い切りがないバッティングにね見えましたけど、まあ、やろうとしてることは見えない ましたけどそれを千、ね、賀が上にいったそして甲がね配球をガラリュと変えてその作戦をね変えたことによって相手打線を翻弄したっていうねこのバッテリーの,あの素晴らしさっていうのはねまあ、見えたかなと、えー、思います。でまあ一番のねビッグチャンスで言えば4回裏坂本フォアボールねで岡本もこのフォアボールでもこの岡本の時もしっかりインコース攻めする中での最後ねフォークボール岡本がしっかり見極めてまあ、ここら辺をねグッと。 でしたれども,回もストレートを、ね、インコースにしっかりお小つに投げてたっていうところもね非常にフォアボールになりましたけども、まあ明日以降の,あの試合のつ、ね、な、えー、がりっていうところを考えての配球っていうのはこの初戦、ね、大きく見えたかなとだからそういうね厳しめの配球インコースもしっかり使いながら配球をしながら最後ね森が1点取られましたけど、まあ、先発戦がね0点で抑えるっていうね今日の試合もしっかり取りながら明日以降もね意識づけさせるためにインコースを使うっていうあの明日以降を見せた配球二、ねまあ、種類のリードのしか っていうのをね非常に、えー、日本シリーズ初戦ね、まあ、やれたんじゃないのかなと思いますね。でこの4回裏ね坂本岡本がフォアボールになってでノーアウト2塁でここちょっとね線賀が請求にねちょっと困ってた、えー、苦しいんだところで丸になってスライダーボールスライダーボールで2ボールになってのストレートのねアウトコースのボールだもん無理やり打ちにいってまあ、ここはねもう絶対まっすぐやとでもまっすぐ123でいくぞとで昨年もね 丸坂本岡本っていうところでね、まあ、岡本ホームラン1本打ってますけど全体的にねシリーズ打ててないっていうところで、まあ、ここでね決め切らなきゃっていうねところもあったと思うんですよねその時点2対0ですからねでそれを思い切って打ちにいってボール球を手を出してしまって6・4・3のダブルプレーでその後ね亀井もストレートをね力負けのショートゴっていうところで、まあ、一番のねビッグチャンスを得点に。 結びつけられなかった今日の試合の、ね、キーポイントで言えばもう間違いなくこの4回裏の,、ね、この丸の打席あそこを、ね、見逃す手ればひょっとしたら逆転できた。 ノーアウトマンリーそこからのね逆転、ひょっとしたらできたかもしれないっていうね千賀のリズムが一気に崩れたっていう可能性がある打席だっただけに、あそこはね見逃したかったっていうところはありますけど、もまあ丸もね、昨年打ってないと、ことしなんとか打つぞと、ツーボールやと思い切っていこうっていうところで、ボール球を無理やり打ちに行ってしまったっていうところが、ねまあこの日本シリーズの怖さでもあり、ねまあ焦りでもあるのかなと、その後ねまあと一生懸命ファーストに走って、皆さんが聞きたい。 まあ、いろんなネット SNS ねサズザキの、えー、YouTube チャンネルのコメント欄、えー、Twitter へのコメントっていうところでねいっぱい見ましたけどどこも触れないことをサ々ザキチャンネルしっかり触れましょう、ね、あそこでファーストの20が駆け込んでね中村晃の、えー、足をね左足で、まあ、あの蹴った形になってしまうっていうね、うん、状況ありましたけども、まあ、あれは、まあ、僕の 分析ででで言えばもうわざとでは100%ですねでまず一つはその丸がね打った瞬間やっちまったっていうところでもう全力疾走もう無我夢中ですね何も考えられないぐらい無我夢中でまあ、走ったとでそれで中でまあ足のつま先がね中村晃の左足かななんかにあの当たってねちょっと痛そうに見えたっていうところはありますけども、まあ、その後の感じ見てても多分ひょっとしたら丸も気づいてなかったかもがですねその当たったことをねそれぐらい あの必死さっていうかねっていうところはある中での走塁だったと思うんですよね打った後にやってしまったっていうところで正直当たらないようには、まあ、走らなきゃいけないですよねランナーにとってやはりあそこをファースト、まあ、中村晃もね早急がそれたわけでもないですしあの通常のねダブルプレーの位置で。 ファールゾーンにかぶっていったわけでもない、体がそれたわけでもないね、ね、ベースをまたいだわけでもなく、通常の位置で取ったところを考えれば、まあ、丸ぐらいの選手になれば、正直あそこを当たらないように走らなきゃいけないし、まあ、当てちゃいけないとは思うんですけども。 まあそれももう分からないぐらい必死にさせてるのが、まあ、日本シリーズでもあり、まあ、昨年からね日本シリーズ打ててないでしかも丸は今年で5年連続ねあのリーグ優勝してまだ1回も日本一になってないというところで日本一になりたいという気持ちもあるだろうしキーポイントだというのも本人分かってただろうし、まあ、その中で一生懸命やった結果ね無我夢中で走ったんだと思うんですよねねそれが不幸にも、ねまあ、足にも足当たたっっっててしまったっていうところでね。 あのまあ大ごとにならなくてよかったなとは思いますけれども決してわざとではないと思うんですよね。 その中でっってしまった、まあ、アクシデントっていうところはありますけども、まあ、あの次の打席はねしっかりあの左足でベース運でよけてましたしそういった面でも、まあ、不可抗力であってね、まあ、これ以上騒ぎ立てる問題でもないですしあの、まあ、いろんなところでね、まあ、これ、まあ、ねどこもコメントしないっていう、ね、意見とかも僕の,あのツイッターとかコメント欄ありましたけどもあえて、えー、ここでしっかりね佐々木が解説コメントするというところでね、まあ、ホークスファンの皆さんもそれを受けてねジャイアンツファンの皆さんもあとプロ野球ファンの皆さんもね荒げる ことなくね。まあ、これでもう終わりで、ね、わざとじゃないたまたま当たってしまったまあ。でもあれは避けなきゃいけなかったっていうね。これはもう個人的な意見ですけども、これでもうね。 お話は終わりでまた明日からのね日本シリーズをフラットな気持ちでね両チームの皆さんもねあとプロ野球ファンの皆さんも応援してあげたいと思いますしそれをとってねああでもないこうでもないとあの批判めいたこととかねこの声を荒げることをね,ね丸を攻撃することそういうところはね、まあ、やめてもらいたいとね思います。だからこそねこの「ささざチャンネル」があってそれをコメントしてるわけですからねここで 歩行を収めてまた明日からね正々堂々戦う中で、えー、いろんなものを見て楽しんだりね一喜一憂しながら日本シリーズをね見ていってもらいたい応援していってもらいたいと思いますねまあでもねそこがキーポイントだったあそこの丸がねダブルプレーがジャイアンツにとってはねまあ痛かったかなと、えー、思いますねその後もね7回裏ね亀井がスライダーショートフライと中島がねま、えー、っすぐストライクまっすぐボールまっすぐまっすぐでね三振スイングねでウィーラーがカットボール からのストレート3球続けて見逃す三振というところで、まあ、やはり全体的に線賀に対して変化球アプローチは高かったんじゃないのかなって見てと思いますね。もうほぼストレートは振り負けてましたし、まあ、振り遅れてたんでそういったところでも、まあ、やろうとしていることは策的には、まあ、理解できますけど、まあ、それがうまくジャイアンツ打線ははまらなかったそれをは、ね、まらさないような線賀の、ね、素晴らしい出来だったっていうところは、ね、あると思いますねさああそれで全体的にあと、ね、注目したのはね。 ソフトバンクのバッテリー、回はねインコースの使い方が非常に有効的に戦えた試合だったかなと思いますし、ジャイアンツバッテリーはこのインコースの使い方がああのうまくいかず、それが失点に結びついた試合になったかなと。ソフトバンクのね強打ヒット8本のうち、6本インコースのアウトコース2本。でその6本のの本インコースのうちに、まあ、最初ね グララシアルのライトトヒットでここが1エンド1からインコースを右方向へライト前。で栗原2ボールからのスライダーホームラン。で次4回かな。栗原が3ボール1ストライクからインコースのストレートをライトへツーベース。で次デスパイネが1ボールからのインコースのストレートをレフト前。で続いて6回。グラシアルが1ボールからインコースのストレートをライト前。栗原が 2ーボール1ストライクからアウトコースボール球の左中間8回にピッチャー高橋から中村明が3ーボール2ストライクからアウトコースのスライダーをレフト前で最後ビエイラインコースストレートを槙原が1ボールから。 っってていうところででで、まあ、比較的ボーール先行でインコースを使ってるんですよねだから行かなきゃいけないっていうオーダーもあったかも分かんないですけどちょっと無理やり感あったかなとでその中でボール先行でインコースをね無理やり使ったところでそれを全てソフトバンク打線に対応されて、まあ、ホームランないしチャンス拡大チャンスメイクっていうところをしたちょっとインコースの使い方がね若干無理やり感あったかなとそこをソフトバンク打線に仕留められたかなっていうところもありますし、まあ、巨人は、まあ、今日ヒットが4本。 えー、ウィーラーはスリーボールツーストライクからアウトコースのカットボールで大城はツーエンドツーからインコースのストレートをセンター前で坂本がツーボールワンストライクからアウトコースストレートをセンター前で丸がツーボールワンストライクから森のカットボールを、えー ツーベーベスかなヒットっていうところでソードバンク打線はいい感じでうまくね打ちも打たれてますけど打ち外打ち外打ち外,外,外,外使いながら、まあ、インコースは効果的に使えたんじゃないのかなっていう感じもあるんで、まあ明日がねソードバンク石川そしてジャイアンツ今村の先発になりますけども、まあ、石川もねインコースをしっかり使いながら強いストレートあるんで、まあ、ストレートね思い切っていくような感じに。 シュートチェンジした方がいいかなとちょっと引っ張り込めてなかったし岡本もねバット降りながらも、えー、ちょっと詰まりながらもっていうところがあったんで若干チームオーダーがね今日はうまく機能しなかったのかなっていうところもあると思うんですよねまあこれはまあ僕の想像ですけどもだから明日は1日対石川に関してはやっぱストレートに力負けしないようにしっかり打っていかなきゃいけないでその中であのパワーカーブとか変化球をどうしていくかっていうまあ形がいるんじゃないのかなとで逆にソードバンク打線ね対峙して、まあ、左というところでひょっとしたら明日会話してまあ継続とかね、えー、出てくるかもかる ないですけどまだがらりと香るオーダーになるかもわかんないですけどまあ、やはり先制を許さないでしっかり、ね、3回ぐらいで今のがしっかり抑えてジャイアンツは先制していくことが重要ですしソフトバンクは今日の勝ちの勢いに乗ってもう初回からどんどん行って、えー、ビッグイニングを作って、えー、また逃げ切りたいっていうね試合展開になるでしょうからまあした、ねえー、どういう展開になるのかもちろん明日もしっかり見て佐々木総チェックやっていきたいと思います。ということで2020年日本シリーズ、えー、初戦 巨人対ソフトバンク5対1でソフトバンクの勝ち勝ち投手千賀そして負け投手菅野ホームランは栗原に第1号が出てますということで初戦お送りしましたそれではまた明日です